はい、今回ですね、2つ届きました。開けていきましょう。いやー、ちょっと楽しみだったんですけどね。キャッリリン来ましたよ、来た。見てください、ファミリーコンピューターからのからのからの、吉田さん、からの、ちょっと楽しみだな。からの、スーパーファミコン、ちょっと開けてみましょう。いやいや、来た来た来た。来ましたよ、スーパーファミコン。これね、マリオとかいっぱいできるんですよ。どうすか。いや、ちっちゃいね。やばいやばい。二つ買いました。これね、今ね、もう、価格が上がってまして、価格が上がってんすよ。だけど、僕が買ったのは、これ中古で買ったんですよ。中古で買ってるんだけど高いっていうね。価格上昇です。なんかもう新規で作ってないのかな。でも、中古だけどすごくないですか？なんかもう、なんか箱もあるしね。だからこれ、まあ売るときは、まあこれ箱取っといて売れますね。ちょっと綺麗に開けよう。そうだ。これちょっと中身確認ですね。お、お、全然綺麗。全然綺麗じゃないこれ。あ、でもこれはなんか外部かな。これはなんか、これはちょっとなんか用意した感があるな。こんな感じで。これはなんかね、純正じゃないっぽいね、これね。まあ中古で買ったんですけど、ちっちゃい。ちっちゃい。あー、なるほどね。ちっちゃいな。ちっちゃないですか。これちっちゃ、うわーちっちゃい。あ、でも全然いいな。でも早速ちょっと動画撮ります。ちょっとテンション高いな。しっかりとちょっとこれ箱は多分売ると思う。多分そのうち売るかもしれないんで、ちょっと綺麗に箱取っときます。これはどうすか？うわー、かわいい、かわいい、吉谷さん、吉谷さん、かわいいよ。これちょっと箱取っとく、マジで。あ、でもこれめちゃめちゃ綺麗だな。中古か、これ。中古で買ったんですけど、全然綺麗ですね。すごい。あ、これは純正っぽいな。これ HDM 端子。あ、これ、でも、これ、任天堂ってなった。これ、HDM ケーブル、任天堂ってなってます。あ、これ、もう、ほら、説明書もついてるし、保証書も、ほら。え、これ、すげえな、これ。中古っぽくねえな。素晴らしい。めちゃめちゃ状態綺麗。中古で買ったけど。なんかね、新品だともう2倍ぐらいになってるんですよ。これは、これ純正っすね。任天堂ってなってるんで。うん。ただこれは微妙。これはなんか外部的、外部っぽいな。これはなんかちょっと任天堂じゃん。あ、でも使用後は USB。 あ、でもこれ、あ、使用後は AC アダプター USB ケーブルを抜く。これはなんか純正じゃないかもしれないですね。任天堂とは書いてない、はい、いやいや、ちょっとこれは状態めちゃくちゃいいですね。
これもこれはちょっと保管っすね、マジで。箱大事。これ箱めちゃくちゃ大事でしょ、これ。これは取っとこう。じゃあこれ、スーファミ行きましょう。スーファミ。いや、でもこれだけっすね、もう。すごいシンプル。ちっちゃい。これだけ。これだけ。もうこれで終わり。じゃあこの、スーパーファミコン行きましょう。やっぱね、ケースがあるとね、高く売れるんですよね。ああ、なるほど。こんな感じです。ちっちゃい。かわいいな。めちゃくちゃかわいいじゃないですか、これ。でもこれ中古めちゃくちゃ綺麗ですね、これ。当たりだな、今回。あ、これも任天堂ってなってますね。これも純正ですね。任天堂って書いてある。この HDM ケーブル、任天堂です。で、スーパーファミコン。あ、これは、どうなんだ？あ、これはどうなんだろうな。これは純正かな。これちょっと怪しい感じですね。で、そのスーパーファミコンは、ありがとう。スーパーファミコン。綺麗、これもう。めちゃくちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗。スーパーファミコンは、コントローラーが同じサイズなんですよ。まあ、こんな感じのケーブルですね。なんで、ケーブル別、ファミコンはもうくっついちゃってます。だけど、スーファミの場合はこれアダプターなんで、多分この、これだけまた別で買えますね。いやー、ちょっと、もう早速やりたいですね。もう。いやー、やっぱね、プレステ5より、これですよ。僕の世代は。プレステ 5？ いやいや、スーパーファミコンとファミコンですよ。そんなもんは。いや、この世代ですからね、僕。いや、でもこれ、この釣り、この感じ、どうすか？これ、すごないですか、これ。だから、コントローラーはそのまま。だけど、これめっちゃちっちゃい。いや、ちょっとこれ。いや、今回ね、当たりっすね。あ、素晴らしい。中古だけど、説明書も入ってる。素晴らしい。いや、今回すげえな。今回すごいな、これ。当たりだな。中古で買ったけど当たりっすね。スーファミの方が中古で買って1万円ぐらいだったかな。で、ファミコンが8000円ぐらいですかね。そう、だから1万8000円ぐらい使いました。まあでも定価はね、これ定価は7000円とか8000円なんですよ、多分。だからちょっと中古でも高いんですけど。まあまあ、新品だとね、2万ぐらいするんで、これ。ちょっとこれは大切保管ですね。これはちょっと伝説の商品ですから。これは高く売れますよ。こんだけ物揃ってれば高く売れるね。これ。綺麗。箱も綺麗。素晴らしい。はい、ということで、今からですね、ちょっと、また、ちょっと動画撮ってやりたいと思います。これレビューしていきます。はい。では。